ゴンゲン、銅包みゴンゲン、銅包みは埼玉県札手市内国府館にある埼玉県内はもとより関東地方でも有数の桜の名所である。そのことからゴンゲン銅桜包みとも呼ばれる。周辺に整備された県営公園についてはゴンゲン公園を参照。ゴンゲン、銅包みと油菜中川の堤防場約1キロメートルにわたって 約千本の桜並木が続く。桜はソメイヨシノで4月上旬が見頃であるが近年は開花時期が早まっている。桜の開花と同時期に包み下に広がる油のも咲くためピンクと黄色のコントラストが美しい。包み下には他にも全国から集められた様々な種類の桜が植樹されている。桜祭りの期間中は中川に架か,かる外野京は 夜間ライトアップされ、夜桜見物の人の目を引く。また、百種約1万5千株のある社団法人日本観光協会が主催する平成19年度の花の観光地づくり大賞において、フラワーツーリズム賞を受賞した。また、権ン同包みの桜は2000年5月5日には、埼玉新聞社の21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢100選に選出された。 江戸時代天正年間に利根川の支流である、権元堂川の堤防として築かれたものと言われ、かつては6キロメートルにわたり、約3000本の桜があり、大正時代から桜の名所としてにぎわっていた。また、1876年に明治天皇が東北巡行の際に立ち寄ったことから、行皇堤とも呼ばれるようになった。なお、 現在の日光街道の栗橋交差点付近から中川に架か,かる行行橋にかけての道路用地となっている築堤はかつての行行堤の名残で一部の地図にはその旨が書かれていることがある。1920年に桜を植え替える運動はすでに始まっていたが、利根川や江戸川の流路変更に伴い、権限道川は明治時代の終わりに締め切られ、1933年に廃川となる。 そのため、堤防は、荒れ果て、堤防の桜は、終戦前後の混乱や燃料にするために、その多くが伐採されてしまった。1949年、旧権ン堂川堤防のうち、中川の堤防として残った部分に改めて、染井吉野を植樹したものが、現在の権ンゲ包みである。なお、1988年には、周辺の旧高電に、油菜が、 1996年には、包みの一部に、あじさいが植えられた。また2000年には、包みの東半分に、ひがんばなが、2003年には、包みの一部に水仙が植えられた。2008年、ゴン堂調節地と合わせ、埼玉県営ゴン堂公園として整備された。ゴンゲン、道堤のあじさいゴンゲン、道堤の万樹下花見客で賑わっており、 夜桜を楽しむ花見客も多いようである。沢子と松本が桜並木を歩く場面オープニング、及び第10話や第15話など、プロモーションビデオで、シーモ本人がベンチに座り歌う場面東部日光線査定機より、朝日バス、五花町役場行、権ン堂道にて、下車、徒歩1分。開花シーズンには臨時直行バスが運行される。ありがとうございます。